こんにちは、ゾウンですということでね、どうもタコチャンネルへようこそみたいな、どっちがいいんでしょうね、わかんないんですけど本日はゴートルッチのご紹介いきたいけどね、ちょっと前の動画はね、ちょっとハイパーシーンっていう新しく手に入ったストーンをご紹介したんですけども、まあ、なんていうんですかね、もう本当ははめるとかまとうみたいな身につけると、その石の波動の状態を、まあ、そのなんかガチャンって入れるみたいな、 CD とかで言えばなんかこの曲聴きたいなーでこれ聴くみたいな、ね、今だったらまあ iPhone とかで音楽聴けるじゃないですか。そのなんかこの音楽を聴くとなんかすげえスイッチ入るなーみたいな。僕だったらそのレディセットゴーっていうダルカンシェールさんの曲がありまして、そこから始まり、まあ、大体ネオユニバースで上がりで、そこからまあそれも足んなければみたいな、最後セブンスヘブンって言ってあげるみたいな、それを聞くとよし頑張ろうっていう気分になるみたいな、あれですよ、なんかそのスイッチが入るみたいな、パブロフの犬ではあるけど、なんかそういうのあるんですよ、なんかマインドセットみたいなのあるんですよ、なんかそのあるんですよ、マインドフルネスとか、そういうのがあって、そう、それに近いですね、僕のパワーストーンが、今日ゴールドルッチレちゃんの紹介したいんで、ゴールドルッチレちゃんちょっと。彼のすごいところはね、まあ、ちょっと石の処方箋の本読んだんだけど、これしっくり来なかったけん、じゃあなんか王様ストーンだよねって、まあ、超有名なんで、超有名王様ストーン、ゴールドルッチ。僕ね、もともとなんかちっちゃい1個から買って、だんだんこのでかい子になったりとか、あと大地にルチルってやつに変えてみたり、ルチルちゃんはね、結構縁が深いんですけど、分かりやすくなんかね、ステージをガチャンって変えてくれるんで、そういう意味で言うとなんかルチルちゃん持つっていうのはいいんじゃないかな。まあ、タンザナイトじゃんね、なんか別格に分かりやすいんであれですけど、この子はなかなか手に入らないんで、そのだちょっとそこはねと思いながら、まあ、タンザナイトじゃん、しかもすごい嫉妬深いんで、他のなんかインカローズとか、インカローズちゃんとか、他のファイライトインクローズちゃんつけようとすると、ファイライトちゃんどっか消えてたし、インカちゃんも消えてたんで、他がつけれないっていうので、これだけは、この1本だけはちょっと売れないんですけど、お売りできないんですけど。こっちとかはね、ちょっとゴールドルッチに関してはちょっと要相談ですね。このでかいのしたい人いるのかな、俺以外。だから僕もなんか普段使うにはちょっと重いんで、ちょうどなんかたまーになんか必要な時につけるって感じなんですけど、そう。でね、この子が引き寄せてくれたのがこの子っていう。この子実際仕事としてちょっと引き寄せてくれた子がいるんで、一つ二つね。で、この子が来て、その日に、この子がお嫁に来る日にまた仕事を2つほど持ってきてくれたんで、そうなんですよ、マジかと思って、ちょっと1個は、まあ、これぐらいだけど、もう1個は全力投げするぐらいの、もう 全力で全世界行こうみたいな感じのやつがあって、そうするとうちのパートナー、タイのパートナーがやってるのがそのプーケットで開発、土地開発してて、山の上の方でこうなんか映像でなんていうんですかね、まあ、その要はプーケットにだんだん近づいていくっていう、まあ、次ね、今日ね、物件見に行くんで、そのまずはね、ちょっとバンコクの高層階、はい、特に住んで仕事頑張って、ワークワークワークで、またやっとヘイヘイってお金を投資していくっていう感じにはなりそうかなと。あとはね、まあ、引き続きやっぱり船は欲しいので、まあ、ちょっとクルーザーのターンとか、その前にまあ、タイランドエリーグルとか、ね、居住権の権利だったりとか、まあ、あと花木陽性だったりとかしなきゃいけないことはいろいろあるんですけど、ほんとだん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 一つ一つ本当に形にしてくれるっていうのをサポートしてくれる、そんな石ですかね、まあ、だから今回その居住しようここに今日構えて、バンコクに今日構えてちゃんと新しく事業を立ち上げていこうっていう、ほんとなんかエネルギーと足がかりをくれた石なので、この子はね、さっきの大きな子で、もう大きな子を置くってことは、もう、やっぱ家借りるタイミングかな、みたいな。1ヶ月で言ったら20日間ぐらいはこっちいることが多いので、そうなるとね、その次のステージになるともう20年間居住、1回、まあ、今のところ1ヶ月に1回出ればいい話なんですけど、うん、タイの居心地が良すぎるんでね、全然出る気が起きないって、だったらもう、とりあえずなんだろう、タイランドエリート、買い子、サービス買おうみたいな、そうすると銀行口座できてくるし、そう銀行口座ができればね、自分入金できるんで、日本を通す必要が全くなくなるから、日本にいないって、日本にいないけど、日本の人に物を売って、で、お金が入ってくる、仕組み自体はもう出来上がりそうなので、
そういう意味で言うとなんか、うん、住み心地はいいかな。あとなんかその何だろう、やっぱなんか同じ波動で集まるんで、あのパワーストーンとか使ってたりとかそのしてる人だと、あとだからそのなんかこっちのパワーストーンで響く人もいればこっちで響く人もいるしみたいな、そういうなんか本当なんか今欲しいなと思うものが一つ一つ揃ってくるので、そういう意味で言うとなんかすごいやっぱりパワーストーンとかってすごく引き寄せ力が高めのガード、まあその引き寄せ力高めな感じがゴールドルージュじゃん、いいとこじゃないかな。グリーンファントムちゃんとか癒し系で、でサンストーンちゃんとかエナジャイジ、なんかエネルギー全開にしてるんですけど、ゴールドルチューじゃんね、全開でまあまあ全開で入れてくる代わりにすっげー疲れるんで、あのなんていうか、オーバーワークというか、まあ、この本にも書いてあったけど、石の消耗戦にも、はい、書いてあったけど、まあ読んでください、これにも書いてあったけど、そうなんだね、ゴリ疲れるんで楽しいしゴリゴリ仕事するんだけど、あ、クタみたいな、寝ることになるんで、そうだから付けどころは結構 大切な石ですね。ただ間違いなく本当なんか自分が思ってた以上のものを引き寄せてくれまくりますんで、なんか置き石として置くのはありなんじゃないかなっていう、そう、まあまあいい値段しますけど、それ以上の効果はあるんで、ゴールドルチューちゃんちょっと光がね弱いけん、ちょっとなんかライトがね、作る時持ってこないといけないんだけど、すっげーわーってもうほんとなんか、なんて言うんだろう、この美しさがあるんですけど、ライティングした時の美しさがあるんで、ちょっと飾り方考えなきゃいけない子なんですよ、この子ね。LED ライトがあるけどかなぁ、ピシーとかピシャーっていう、そういうのとかお姉ちゃんとディスプレイしていかないと映えないじゃないですか、皆さんがうちのアイドルちゃんたちが映えないのでそうそう、いつでも追い出しますよ。あの今の子はダメ僕の私物だから、マジでこの子とこの子とこの子たちは完全に私物なんで、他の子たちはまあバーストーンは売ってもいいかなと思う。でもこのハイパーシンちゃん来てるからまだ、ね、なんか元なんか蒸留された水が体に、元蒸留されたエネルギーが全開に入ってくるんで、すげえ。でそれをねガンガン引っ張るゴールドルチュー、ペアこの、まあこのペアっていうか、この子たちがいれば今日不動産屋も見に行くんですけど、まあなんかいい物件出会えそうかなっていうぐらい、まあいろんなの引き寄せてくれるんで、この子はちょっと興味持ってます。すっかり結構なんですけどね、まあそんな感じでね、バーストーンの魅力をまあいろいろと伝えていきますんで、興味ある方はぜひ見てみてください。はい、ゴールドルチューもね、ぜひ素晴らしい石なので、そうですね、まあぜひなんかお手元に置かれる際は、はい、楽しんでいただけたらと思います。またこれ次回ね、ちょっとなんかまた面白い石がございます、控えてますんで、まあ、ぜひね、パワーストーン好きの方、または、あとはそのパワーストーンをおしゃれにどう作れるかみたいな、僕もだいぶ研究してますんで、まあ、ぜひね、その研究課題を追求して一緒に行けたらいいんじゃないかなと、ぜひ研究、本当にこんな相手にパワーストーンできねえのかとかっていうのを、まあね、本当気軽にインスタの DM の方とかでもらえれば、僕も作れるものは作れる、作れるものは作れないっていうんで、まあ、実際ね、うちもそんな感じで発注してきてるんで、一発目のものが、まあ、実際オーダー来て発注してできてきて、で実際なんかその卸して納品して終わりなのかなとか、ね、まあ卸す話も出てきてるんですけど、その卸売りで、ただそのなんか、まあ、自分のところでもねウェブで販売したりとかしてくんで、まあ、ぜひねそのパワーストーンで僕はどういうものを作っているのかっていうのに興味がある方とかは、まあそのなんかこうして見ていただくと、まあ、面白いんじゃないかなと思いますということで、まあ、今のところね、まあ、1つのアイテムが出来上がり、もう1つのアイテムが、まあ、もうサンプル確認待ちで、次がもう発注入ってるんで、まあ、それが1つずつ出来上がってくるときに、まあ、そのあとは必要なものをやっていくっていうのが、まあいいんじゃないかなというか、まあ、海外でやる、ね、生活すると本当なんかゲーム感覚なんで、まあ、お金で回収って言ってなくて、お金を稼ぐためにどうしなきゃいけないで、お金稼いだらさ、これ分配していかないといけないじゃないですかってなると、なんかその自分がよくイリエリアとかでチップ渡したりとかそうそう、なんかさ、なんか居心地のいい空間を作っていくって作業が多分その、なんだろう、本当オンラインゲームに近いと思いますよ。僕オンラインゲーム会社です働いたことあるんですけど、マジで、まあ、リアルにオンラインゲームやってる感じですよ。だから法医学でアドレスホッパーしてると、そう、まあ、僕はアドレスホッパーではなくなったので、ね、今回家借りるから、ね、そう海外居住者ですよ
その前ミニマリストだったりとかしたけど、まあ、いろいろやりましたよね。そのでもライフスタイルなんて別に人が決めてるんで、そうだからそのなんか徹底的に今にフィットするぐらい荷物をキュッキュッキュッってやったら、まあ、他の動画に映してるようにスーツケースとリュックだけで全然世界中どこでも行けるんで、だったらそれが僕は自由だなと思ったんですけど、今回ちょっといろいろね、ちょっと置きたい、なんだろう、うちにお招きしたい石が結構ありますので、そうだから、もうこれを借りるとあかんな、みたいな感じですよ。というところでね、まあその、まさかのバンコクに。僕実は初めてバンコク来たの20年前です、実は。そう、その時はまあ、この朝も好きだったりとかしたけど、そのタイのね、そのまあ、ABAC、フラマークっていう、まあ、ABAC っていう、まあ、インターナショナル大学があるんですよ、スクールみたいな。そこにの建築家に僕のなんか友達が行ってたんで、まあ、そのなんか遊びに来て、バイト時代があるから。で、そこが初で、そこからプーケット行って、まあ、その友達の試験期間中、ちょっとこの期間はすみませんって、相手できないんでって言われて、あ、じゃあどっか行ってくるよみたいなので、プーケットいいよって、プーケット行って、で、まあ、レオナルド・デカプリオさん出演したあのザ・ビーチっていう島があるんですけど、それを見つけみたいな。おーおーみたいな、すげえリアルで生だみたいな。なんか、聖地巡礼みたいなもんですよ。千と千尋とかあるじゃないですか。好きな人は行くみたいな。ああいうのに似てますよね。鬼滅の刃と千と千尋のね、回収まだできてないですよ。聖地巡礼すれば。あれ、エヴァンゲリオンの最終話のやつは行った。宇部新川駅だっけな、なんか。そう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 。ああ、そう、なんか、その、エヴァンゲリオンがなんでできたかみたいな動画撮ってある。どっかにある、多分見たければ見るとか面白いと思う。僕の前のパートナーがね、庵野秀明さんとめちゃくちゃ仲良かったらしくて、多分今も仲良いんだけど、その中でなんかちょっと教えてもらった小話があったりとかする。エヴァ制作秘話とかね。ただ本当なんかもう一個一個全力でガーッと頑張ってると、いろんな情報入ってきて、いろんなことやってみたいな感じになって、まあ、だんだんとね、その形になってはきたので、術とかはね、サイズもあるんでっていうのと、いろんなところが扱ってるんで、俺は扱いたくないんですけど、僕個人としてはね、まあ、大好きなアイテムではあるんで、うちの場合、九州のお兄ちゃん的な、なんか本当にビジネスの師匠からすると、これはありえんって言われてるんですよ。この前も飲んだ時に、これはありえんわ、みたいな、いや、俺つけれんわってなって、いや、マジっすかって、これ、超一番なんか、ホットな、ちゃんとダイレクトに座ってくるんですけど、ただなんかネックレスさえしないっていう、そのうちのお兄ちゃん的な人が、なんていうんですかね、本当なんか、自分がつけたい件でこういうので発注してくれて、で、一つの事業として最初の海外移住の本当にきっかけになってきてるんで、そこまで本当にパワーストーンで探求すれば探求するほど、本当なんか、沼になるって言うとあれだけど、その投資した分以上の生活も変化を与えてくれるんで、僕はそういう石をね、だんだん揃えながら、まあ、そのなんかその石たちもね、僕の今はたまたま手元にいますけど、まあそのね、お嫁に出さなきゃいけない時とかもあるんで、まあ、そういう時はね、僕は行ける範囲で、まあ、そのお届けに上がろうかなと。大体日本全国どこでも行ったことございますんで、基本行けます。公共交通機関ってあれ、高野山も行けるし、三峯神社も行けるし、なんなら霧島神宮も行けるし、あとどこだろう、ちょっとね、微妙なエリアが高千穂ぐらいかな。高千穂ちょっと公共交通機関機械がきついよね、確かに。うん、宮城だって仙台行けるし、全然札幌も行けるし、まあ、金沢、京都、まあ、京都なら和歌山とか結構行くんで、全然ね、そのタイミングでなんかその買っていただいた方にね、まあ、そのお嫁に出すときに、まあ、行ってもいいかなと、神社にお参り気がてらと思いながら生きてますんで、基本拠点はバンコクですで、何やってんのって言ったら、あと配送屋さんなんですよね。いや、全然なんか、日本と行ったり来たりしなきゃいけないんで、まだ時期的に、それをしたことによって、うわーって上がったら、ね、皆さんがお嫁に行って、わーってお金を持って帰っていってくれるわけじゃないですか。となると、もうなんかちょっと私が、配送だけでいいですかみたいな、ちょっと数が多すぎるんで、もうバンコクから買うってなると、日本郵便があったりとかするんで、調べたら。ってなると、そこまで歩いて5分ぐらいの距離の、なんか、この宮城がいいなとか思って、今探しに行きますんで、その辺をね、伝えた上で、新しい物件がご紹介できたらと思って、はい、そんな魅力を、まあ、秘めております。
本当なんか夢を形にしてくれる最強の多分パートナーになってくれると思いますんで、ね、いろいろとね、僕も気になってゴーグル宇宙じゃ集めてきますけど、まあ興味があればインスタの方とか、あとねショップページの方から見ていただいて、ご購入いただければ僕は時に上がりますんで、ぜひ、ね、楽しみにしていてください。ということでね、まあ、ぜひね、リアルに僕がお届けに行きますんで、はい、楽しみにしててください。もう配送のお兄さんでしょ一応ね、それなりのサイズまでのやつはね、スーツケース入れれることはなかったので、そして、ね、関空はね、厳しいんで、できれば成田か福岡か、あとはそのどっちかから入った間に新幹線で行くとか全然しますんで、新幹線特急に乗りますんでね、僕のやつは。い、あと台湾、台北も、ね、久しぶり行きたいんで、台湾、台北で見てる人もね、お届け行きますんで、僕もともと台北の臨戦ペールっていう金太鼓の上に住んでましたんで、はい、私。あとね、宮古島のやつをさっき、昨日フライトこっちに来るときに、あれ、綺麗な島、ああ、宮古島だ、で宮古行きたい、でも宮古住んでましたんでね、宮古、石垣、はい、住んでましたんで、あと沖縄本島、沖縄本島上の方、ちょっと公共交通機関で行けるのかな、はい、沖縄本島も住んでましたんで、沖縄諸島ね。中でね、まあ、福岡は法医学で行って、沖縄もそうですし、福岡、沖縄でしょ、だから台湾もそれで行ったから、まあ、参加かもしれないですか。プラス、マレーシアもまあ、スンタンでクアラルンプールは全然行きますし、あとシンガポールも行ける。あと、セルトは会社持ってたんで、セルトは行けるし、その近くのドナゲッティ式ホールは行ける。クロマジスの島って感じですよ。いろいろ旅したんでね、あとどこだ、俺はあんまマニラとか行きたくないんだよな。できればセルくらいが行く。あー、プーケット全然行くし、サムイ島、タイで言えば。なので、まあ、ちょっとね、だんだんモルディブとか、あとはその、西海岸の方のね、まあ、LA だったりとか、まあ、LA 一回ね、アニメエキスポに出展したことあるんで、行ったことあるんですよね。で、まあ、法医学で行くのか、また縁があるのかなと思いながら、まあ、そのなんか、日々頑張ってますけど、まあ、バンコク、LA、で、まあ、たまにジャパンぐらいの感覚になるんじゃないかな。そうしていくと次のヨーロッパ、まあ、僕が行きたいと言ったイビザ島とかその手前のバルセロナとか見えてくるので、まあ、なんか国をまたげばまたぐほど、なんかそのなんていうんですかね、まあ、その目の前に課題もいっぱい増えてきますし、まあ、それを解くことによってそのなんかお金の飯の種っていう言い方悪いですけど、まあ、僕だけのものが出来上がってきたりはしますので、まあ、移動プラスで、まあ、その普段の伴走者としてパワーストーンを打たれると、まあ、すごく効果が分かりやすい石ではないかなと思うので、まあ、ぜひ、ね、持ち運べるサイズが気になったりとかもご紹介していきますし、まあ、ゴールドルチューちゃん好きな方がいらっしゃると思うんで、結構僕らねハイパーシーンちゃんみたいなだいぶマニアックだと不明ってなると思うけど、全然マニアックストーンとか全然いますんで、うち、はい、グリーンファントンちゃんとかサンストーンちゃんとかいたりとかするんで、まあ、なんかね欲しいものがあればリクエストお待ちしてますんで、ぜひDM かなんかインスタの方に DM くれればよろしくお願いします。DM ください。ということでね、ゴールドウィッチちゃんでした。じゃあね。